ん？ライブになった、なった、なった。下からの下からの穴、はい、鼻の穴がよく見える。鼻の跡、あの、また広げないように。あ、来てる、来てる、来てる。来てない。あ、配信中になってる。落ちたの？本当だ、超ローアングルだよ。そしてね、絵がいっぱい入るんですよ。はい、はい、皆さんこんにちは。 BJ チャンネルボリューム98です。はい、ですね、明日いよいよ新しい家買ったの。ん、新しい家買った。すごい広いよ、ね、家がね、めちゃくちゃ広いよ、ね、広すぎて何畳ぐらい、うんうん、ね、稽古場ぐらいある。60畳ぐらい、6階建てのもっとか、ビル丸ごと、マジで、うん、はあ、嘘だ。ここはですね、あの、明日の本番の横浜の縄文ホールです。今佐賀くんがバーターやってるんで、はい、その間にちょっと BJ やっちゃうと思って、はい、15分早めですけど、ね、15分早めですけど、はい、やります。で、今ここ後ろ、まあ、いくつか絵ありますけど、今回絵何点飾る？相当50点ぐらいか。あれだけで26 50あるね。50あるね。50点ほど、うん、俺と親父の絵を展示しますんで、はい、その後、それと同時に佐賀くんのトークショーと、うん、俺のと2人のトークショーをやるので、はい、今それのセッティングとリハとバータリのでちょっと結構バタバタしてるんですけど、うん、とりあえずお父さんにも来てもらって、はい、明日本番来れないでしょ。明日ね、ちょっとね、ごめんなさい。これで、なんかあったね、これでどうのこうの。会社を辞めました。でもここは、ステージは、ステージはもうこっちの裏、裏で。3時からステージは3時。1時。あ、違う、1時。1時から。1時から3時で、うん、でここは11時から。11時から4時。4時まで自由にご覧いただけます。絵は無料で見れますんで、横浜縄文ホール6階、はい、ホワイエ。ホワイエ。うん、そこで、庄司哲夫、庄司聡。うちの味ね、はい、の回顧展と、なるほど、回顧展でいいのかな、はい、と俺の、まあ、絵の展示会を佐賀君と奥さんがやってくれたんで、うん、こんだけの展覧会やるのは本当に何年ぶりか、20年ぶりぐらいかな、うん、うん、あの羽賀健二の事件っていうか、あったじゃん、梅宮アンナの肖像画俺が描いたっていうさ、事件知らないの？知らない、知らない。じゃあ、モグリですか？1999年に、今、獄中にいる佐賀君がね、獄中にいるんだ、まだ。まだいる。梅宮アンナの、止まってんの？大丈夫？止まってる？止まってる？大丈夫、大丈夫。大丈夫？うん。1999年。99年に、梅宮アンナと羽賀健二が付き合ってたでしょ？うん。その時に、要はアンナとの復縁のために肖像画を描いてくれてたわけよ、うん、俺羽賀健二結構その当時の名前だったからみんなから描いたんだけど、はい、俺が描いた絵に手を加えて、はい、ね、ぐちゃぐちゃにしちゃったわけよ。やりよったな。それをそのまま私自分、しかも俺のサインを消して自分の名前書いて渡しちゃったわけ。それでね、ワイルス大騒ぎになったわけよ。それで俺はもう知らないからねって言ったんだけど、うん、あまりにもね、ね、うん、ワイドショーってむちゃくちゃなこと言ってるから、うん、ちょっと話が全然違うんじゃないのかって俺が出てったわけ、うん、それでまあちょっと3ヶ月間ぐらい大騒ぎになって日本中がねぐちゃぐちゃになって、まあ、その時にも小倉さんとかと知り合って、うん、っていうのがあって、まあ、その時に、まあ、ちょうど個展もやったんだけど、うん、その時はニューオーダーにやったのかな、東京と大阪で、うん、まあ、それ以来だからもうだいぶ20何年の間に、まあ、1999年だからね。そう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 、だから 20年だ。その間に親父は亡くなり、うん、俺は親父の後を継いで、うん、まあ、なんとか世界タイトルを取るまでになったんだけど、世界タイトル、うん、これはそうですか。そうそう、これねロシア語じゃなくて、なんだっけ、向こうの言葉で書いてるからね、なんか、まあ、そこに日本の翻訳があるけど、これ、うん、これはレンブランド、あ、これ世界タイトル取ったじゃないですか。今こっちかな。時差があるからちょっとわかんない。時差。うん。これが
世界大会。世界大会。のあれと、はい、あとここ映ってんのかな。あといろいろ、まあスペインの国からもらったメダルとか。ああ、映ってますね。スペインの国。スペイン、いやスペイン、ね、スペインの国だよ。フレディ・マーキュリーの絵で。フレディの絵と、何ですか、私とか。マイケル・ジャクソンか。マイケル、今日ここに持ってきたんだけど。すごいよ。フレディと、これは何ですか。これは、なんだろう。BM。美術専門誌。うん。でてーん。この生の絵が、今日生そこにある。はいはい、あります。この後ろにね。こういう、はるばる運んできました、今日車2台で。なんかもはやね、この人家出するぐらいの。家ばっかりで、絵全部ないじゃん。壁が白い。でもね、すごい違和感のね。そうだよね。それだけやっぱなんだ、絵の存在感っていうの、存在感っていうのかな。まあ、すっきりしたっちゃすっきり。じゃねえこのままでって。じゃねえ。はっきりとここにある絵の全部でいくらするの？金額にして。ここだろうね。まあまあ今警備の現状で。あとこれ。それが親父のやつ。美術コーラの昔のやつね。芸術コーラ。芸術コーラ。芸術コーラ。漢字ちゃんと読みなさい。1992年12月版。これ書いてある。それしかそれも言えない。はい。これお父さんですね。庄司光さん。よいしょ。本当はね、そのね、川端康成の俺も見たいんだけどね。もうそれは記念館に入っちゃってるから見ないよ。どこの？川端康成記念館。ああ。鎌倉か。あともう一枚。この女性の絵は。あるよ。その現物は。ん、ちょっと白黒っぽく写ってあるんだけど、実際はカラーだ。これがこれだ。そうそうそう、光っちゃって、光っちゃいそう。なかなかね、こうガラス入っちゃってると、ちょっと暗いかな、難しいな、本でも光っちゃうね。ということで、現物を見に来てもらえればね、が一番いいと思います。明日の11時から夕方4時まで入場無料です。5時間、トークショーの方はね、まだ当日のチケットとかもあるんで、あります。お席もありますので、お席もありますんで、ぜひ来てください。なかなか7000円でしたっけ、いくらしたっけ。6000円。6000円で、その後に忘年会っていうか打ち上げも、それはもうあれなんじゃないの、予約とかしてるから。そうだね、人数があるから。それはちょっと、タモキさん聞くのかわかんないけど、とりあえず当日ライブは、はい、お席あります。で、この中の絵も何点か販売してる絵がある。してる絵が1、2、3点かな、4点か、2じゃない。そう、風景画にペヨンジュンでしょ、尾上菊之助に、菊之助もいいのか、うん、あと人魚だ、あと人魚4点。じゃあそれちょっと見ますか。売ってもいいよっていう。あ、売るやつ？映します？はい。ちょっと画面揺れます。揺れまーす。はい。で？昔。はい。ペヨンジュン。向こうから。売れない。売れ。売る？いくらで売ろうかでっちゃう。はい。ペヨンジュン。ペヨンジュンはもうね、まあ正規の金額だったらそれも総計いくら500〜600万するんだけど。大相談っていう、大相談だけど、まあもう100でもいいよぐらい。これは売れません、ごめんなさい、非売品です。で、フレディ・マーキュリー、これはもうちょっと汚いから、これ使わないとダメですね、明日。これも庄司さんが書いたやつ。これ売れます。その人形売ります。ああ、そうなの、うん、売っちゃうんだ。買う人がいれば、ブルースリーは売れない。ブルースリーは売れない。その風景画は一番格安で売れます。風景画はね、欲しい人いっぱいいます。あとはその、あ、ちょんまげ、ちょんまげちょんまげさん、ちょんまげさん、あれ、歌舞伎の尾上菊之助、七郎さんの娘と結婚した若い頃でしょ。
そうそうそう、若い子ってあの階段って上がってそれのパンフレットの写真が綺麗だなって書いてある。あとこちらの方は、これは親父の昔のだっけ、講談社社長と勝利松太郎、読売新聞の会長、それと、藤原歌劇団の理事長ね。なるほど、すごいですね。あとあっちの米軍の基地で書いた米軍の基地、こんな感じです。向こうもちょっとだけ、うちの僕は親父が20代のコンサートで、俺が生まれる全然前、まだ私は、はい、ヤコさんです。私はまだ種にもなってなかった頃種にもない人参ぐらい人参これ全部横立ちですね。はい、そこまで。はい、そこまで。あとはお楽しみ。あとはお楽しみ。まだまだセッティング中途中で、今リハやりながらこっちビデオやって、まだ最後ここが9時までだからね、うん、このペヨンジュはね、ペヨンジュ公認で本当はね本人のとこ行かせだったのよ。本人、ペヨンジュ本人のとこだったの。だけども中国人がこの絵の写真の権利を買っちゃったから、あ、それで急遽なんか量産ができなくなったとか意味不明なこと言って、違約金だけもらって俺がこの絵引き取ることになっちゃった。俺別にペヨンジュン描きたくて描いたわけじゃないからそんなことペヨンジュンファンがいるんだったらそんなこと、本当はあのヨン様のところに行く、ちゃんとこう新聞にも全部出たしね、うん、全部紹介されてる。とりあえず元気でやってます。え、なんかコメントが来てたから、お体どうですか。ああ、そうですね、よいしょ、ちょっと水平を、うん、さあこの BJ 何時まで続くんでしょうか。何時は自分の、俺のマイクテストもあるからね。ちょっとあれ、なんか斜めってるな。ん？右下がってる。若干斜めってるけど。ごめんなさいね。明日はすっきり頭をオールバックにしようかなと思ってあげてたら、ちょっと崩れてきちゃったから変な感じだかなって。あげた方がイケメンだと思うよ。なんとかもうだてやすでね。まっすぐのような気がするんだけど、どうでしょう、大丈夫？回ってるよね、それ。あ、今、あら、なんか調整中？大丈夫。なんか、絵の方。船にいるみたいになっちゃってるよ。え？あの、船。ごよごよってね。落ち着くまで待ってください。こんだけやったらね、親父も喜んでると思うよ。明日、お父さんの命日、そう、明日は親父の命日なのよ。12月1日。これもまた偶然っていうかさ。うん、にまたコロコロが取れちゃったね。そうそう、コロコロ取れちゃった。で、サカちゃんはだん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 親父に似てきちゃってるし、ほんとね、ここはどう、不思議なことばっかりですよ。ねえ。うん、100回記念。100回記念、はい。もう完成してますか、まだ。まだまだまだ。あ、今はね、じゃあもうほやほやの状態で見る。矢沢駅さんも毎日まだ完成してないね。今ね、マイクスタンドを描いてんだけど、うん、白じゃない、白って一番絵の具乾かないのね。絵の具って白が、あとまあ季節によっても、はい、夏の方が乾くと思うでしょ、うん、夏が乾かない、湿ってるから。あ、逆だ、あ、そう、夏が乾かない、うん、冬の方が乾くが早い、うん、だ季節的には乾きやすい、乾燥してるからね、乾きやすいんだけど、白の絵の具っていうのはね、なかなか乾かない。黒系の方が乾きが早い。マイクスタンドね。マイクスタンド、A ちゃんの白いマイクスタンドね、はいはいはい、あれもちゃんと細かく描いてるんだけど、はいはい、結構ベタ塗りしてるわけ。ベタ塗りっていうか、うん、最初のね、地面、はい、要は肖像画っていうのはもう、描いて重ねて、描いて重ねてっていうの、描いて乾かす、描いて乾かすっていうのは15回から20回か
から、まあ、下手すら30回ぐらいかくミルフィーユ鍋みたいな。そう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 。で風景画っていうのは一発でバシッと決まるんだけど、肖像画っていうのはなぜそう できないかっていうと、まあ、一発画金のテクニックもあるんだけど、そうするとね奥行きが全然全く出ないからね、立体感が全然出ない。だから描いて乾かすの繰り返しをやってっていうのは、まあ、だから時間かかるし、現物見るとすごいもんね。でしょ、こうね、映像で見ると平べったいけど、現物見るとすごい厚みがちょっとあって、やっぱりさ、こんなこと言っちゃあれなんだけどさ、このお父さんのやつあるじゃない、見ると顔にパンってくる、あの違うか、このライトのさ、こう当たってるとこと、すごい例えば首の下の黒い影の部分というのは、コントラストがめっちゃはっきり出てるじゃん、でもあちらとかはさ、だってあれだとパンフレットのまま描いてるわけ。写真の選び方に問題があるじゃん。それでもちょっとレンブランドに近づけてやってるけど、やっぱ、ね、近づいてない。いやもうでも本当ね、まあ、確かにね、親父とね、親父と俺の絵のね、やっぱレベルの違いって、俺だって女性の顔だけどさ、なんか違うじゃん、光と影の感じ、すごいよね、やっぱりその、で離れてるとよく分かるじゃない。そこにいるみたいだもんね。こればっかりは現物見ないと分かんないですね。あれはダメだ。お姉貴君しか言ってくれ。それとそれを撮ったカメラマンに言ってください。俺はアレンジはしてるけど、これ以上のアレンジは無理だ。ダメ出ししてるんですかね。すごいダメ出ししたくなっちゃう。こうやって並ぶと余計ね。並ぶとね。あの一枚一枚見てる分にはそんなあれだけど。じゃあペヨンジュンなんかあれだよ。ペヨンジュンサイドのから写真通り描くじゃない。そうするとダメ出しくんだから。ダメ出しっていうか、毛穴はなくしてくれとか。そっちね。毛穴なくしてとかさ、だったらこだったらこそうそう。でね、俺が最初すげえ怒ったのは、もうね11頭身ぐらいなわけ、全身のやつ描いたんだけど、で俺でこれおかしいだろって言ったわけ、こんな人間いないからって、頭の大きさ全然おかしいじゃないかって言ったのよ。いや、ペヨンジュンはこれでいいんだって言うわけ、いやこれでいいんだって言ってね、描くの俺描く言われたまま描くけど、人間的にこんな人間いないからって言ったのよ。でもヨン様はそうじゃない、それでね、いいんだっていうわけ。なるほどね。これの中で見るとクイーンはいいと思うよね。クイーンだと写真と全然違う。いいと思う。だからペヨンジュンだったらあれは小学生でも描けそう。ペヨンジュンはこれひどいなって、あよく言うよ、描けないから。冬のソナタだからバック俺わざわざ背景は上手な人だったら描きますよ。上手な小学生だったら描けないな。こらこらこら言いたい方で600万円600万円じゃあまあ100回に向けて、100回に向けて着々と、あと2週間、あと2週間、あと2週間、あ、そっか、もう12月、12月もそうだよ、やっぱもうすぐあれじゃないの。もうこの生身の体に傷が、くっそ、でもこうやって見るとやっぱ親父もすげえな。すごいっすね。いや、でもあれを見習えばいいんだよ、ペカっていう光るデコみたいな、あれをあのコンセプトにやればレンブランドはうまくいく。誰も言ったことない。レンブランドの模写はできるけど、レンブランドの模写はできても親父の絵の完全模写はできない。だってさ、全部そうじゃん、あのジジイの絵もさ、ひっかるデコ地獄だ、ね、これだってあれ、これは本当のレンブランドの絵よ。これすごいよね。これマジかって絶対見てください。明日。鼻が半分白くて半分黒いな。ああ。だから多分私にも関係ると思うね。あ、これだけじゃ。いや、これ。言ったら書いてみろ、これ。俺は強いになる。俺。あ、じゃあ多分あのスペインのほら、あの、なんだっけ。スペインのある。復元。復元画家。修復画。修復画の、あの人よりは上手だと思う。あの宗教サルサルのサルのあれはダメだ。あの人よりはうまく描く自信がある。でも俺一番最初に申し出したのはレンブランドだね。これと同じやつで、これ描くってもうレイになったもん。今日持ってきてないけど。じゃ BJ さ、2020オリンピック記念でさ、みんなで描いてみようっていうコーナーやろうよ。うん、あれこれ、そうじゃん、もう発狂するよ。どの お前ら何やってんだ。どの
獲得した人に研修するわけ。100万円っていうのなんで100万円どっからどっからそのお金が出てるんだ。ポケットマネー。ポケットマネーそんなないから、なんかそんな番組あるじゃない、そんな番組が。ああ、そうなんか木曜日プレバトでしょ。あ、プレバト、私結構いけると思うんですよ。いけると思う。いや、私絵画とか9ですよ。 10段階表。あ、この人絵うまいの。マジで9だよ。うまい、マジで絵うまい。でも宿題やんないでじいじが勝手に描いた絵を提出したら6人下がっちゃうな。バレてえな。じゃあそれでも6もらってるの。6で成績下がったけど、じいじにその説明をしたら何も怒られなかった。怒られなかった。じいじの絵を出したら6人下がったです。明日坂ちゃんとこのね、龍神様もなんか持ってくれるんで。来る。あ、じゃあ龍神様のコーナー開けとかないとダメじゃん。あ、でもさあ、どこあれだから、あそこに国営夫人かけて龍神様にじゃん。そうだね、それちょうどいいぐらいかな。ちょっと、あとちょっとペンチであそこ閉めたいんだけど、明日閉めるか。はい、ということで、100回に向けて、というか、そう、今のところ何人ぐらい来る予定？ 30 人ぐらい。そんなに、何が聞いてんの。見学でしょ。見学の方。もう来るのどうなの。60人ぐらい。そんな来ねえよ。お待ちしてます。え、でもゲストの方っていうと坂木原さんご夫婦。坂ちゃんはでも分かんない、まだ聞いてないか。一応で事務所入ってるから。あ、そっかそっか。そうそうそう。坂ちゃん自身は出たいって言ってても、言ってもね、事務所もね。でも出なくても、まあ顔出し、まあ忘年会的に、で忘年会的にやればいいんじゃないかな。私のほら最後の、あ、そう、それ終わったらあれか。あ、ちょっとペニスかけようかな。本当だよ。変わらなかったらどうする。いや、これニスはかかるけど、ちょっとくすみすぎじゃないかな。まあ、そういうことで、うん、あ、そういえばこれ、この絵マイケル・ジャクソンの、ジャイケル・マクソン、どっかで見たような、 This is it のモデルになったって言われてるの。俺知らない、詳しく知らないんだけど、これはね、俺が描いたんだけど、これ本当ブラックライトで光るんですよ。だけども、そのブラックライトの会社と俺揉めて、なぜ揉めたかっていうと、俺が描いた絵にハガケンじゃないけど、サイン全部消すわけよ。それでだって、どこの作家が描いたか分かんないようにしちゃって、量産して売り出してるから、危ないね。俺ね、なんていうの、だから結局量産するのは構わないんだけど、その下分のバックマジックを売らなきゃいけないでしょ。それを、え、俺のサインを入れなきゃいけないわけじゃん、本来なら。それを全部なしにしちゃって、もう枚数も分かんないようにしちゃってさ、1枚100万とか売ってるわけよ。だからビルとか立っちゃってるぐらい儲けてるわけ。これじゃあもう一回サイン消して、はやしとかね。本当は、これから原画じゃないのよ。あ、原画じゃない。これもブラックライトのこのスッてやつしかなっちゃった。俺は絵を回収しに行ったんだけど、社長が逃げちゃって、絵は原画はねえとか言っちゃってさ。原画ねえわけないじゃんね。そういうのなんかね、名前実名出してもいいんだけど、そういう汚いことするから、だから日本人の、ね、画家みんな辞めちゃったわけ。ああ、俺の他にもいたんだけど、大下さんっていうね、いろんなディズニーランドの大下さん。大下さん、そうなの。そうだよ。なるほど。で、大下さんも俺もうふざけんじゃないって言って辞めたわけ。こんな会社やってらんねえって。あんま羽賀健二さんやってることひどいんじゃないなってだってそれは欠かすだけ欠かしてさ。そうだよ ね金払わないで。そうそう、金払うのね、まあ、もらうけども、その他に例えば量産したら、1枚ごと俺のサインとナンバリングが入んだけど、正規なじゃないわけじゃん。例えばシルクスクリーンで100枚すりましたって言ったら、ね、シルクスクリーンで100枚すりました、100枚すったら、ね、100分の001とかさ、俺がサイン入れなきゃ本物じゃないわけ。それを全部なくしちゃって、100枚売ってるのか200枚ってか分かんないわけ。そんなことやんなって俺も書かねえよって言ったわけ。そうだね。だってこれだって聞いたことない外人の中とか、なんだこれって怒ったの。なんか書いてあるよね。だからそれ消したの、全部消させたの。うーん、だからそういうことやんなよって言って、まあ今日のまとめとしてですね、はい、肖像画はデコさえ光らせればなんとかなるっていう、でヤコさんが書くと、ヤコが書くアンドレアスって。いや、今日なんかやってテレビとかでもなんか似顔絵のうまい描き方とかってやってたから。これ寝てたから分かんない、音だけ聞いて。そうそう、なんかね、いけそうな気がするよ。マジで。じゃあ今度似顔絵ならデフォルメしたやつだろ。そうそうそう、だから
肖像画は私が描くっていう。一番さ、500万で中曽根さん死んだじゃん。ああ、はいはいはい、若い時と似てるんだよ。そう、うん、この眉毛ないとか。じゃ、あれでしょ、マジックって書いてある。ゴーン、ゴーン、あれ、カルロス・ゴーン。マジックって書いてある。カルロス・ゴーンとあとミスター・ビーン。ミスター・ビーンね。お父さん、カルロス・ゴーンとミスター・ビーンに似てる、そっくり。を描けば、多分似るんだよ。あ、そういうことね。マッツンはセラちゃんをちょっと崩せば眼鏡かけてね。まずだからそこに明日藤原来るってだからね。ああ藤原くん、うん、なんか松坂もあれか、お父さん来ないのか。そうなんですよ、これだからね、これで、ね、これよりこれで、これで絵よりもこっちだからね。そういうこと、うん、いやでも明日トークぶつけ本番でしょ。俺はぶつけ本番、うんうん、フリートークだから。フリートーク、なんかでもそこやりたいとこあるんじゃないの。ちょっと見てくるわ。ちょっと二人中喋ってて、お前すぐ流れてしまう。いなくなっちまった。大丈夫です。はい、お父さん繋いで。え、何よ、繋ぐの、繋ぐの。じゃあここもうやめる。もうてーちゃん戻ってきた時には、はい、終わってます。パターンにする。そうか。まあでも喋ればそんなないもんね。ないもんね。うん、まあ、入院の間どうでした。入院はね、もう日常と違う環境で1週間ぐらい。飲まず食わずの、はい、点滴のみ4日間がすごい辛かった。飲まず食わずの点滴だけ。点滴だけ食べちゃいけないっていうんですか。そうそうそう、水も最初ダメだったから、お水だけ飲ませてください。え、水もいけない。水もダメ。じゃあそれは全部点滴で。そう、あ、そうなんだ。入れるから、あ、もう干からびることはないよみたいな説明をされて。あ、そういうことみたいな。へ、顔とかシワクシャになってどうしてくれるのみたいな、うん、いや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 、そうなんだ。そう。でもなんかもうエコーの後は全然普通に、うん、じゃあ夕飯から出しますねって言われたから。あ、まずエコーね、うん、なんか要は原因が分かったんじゃない。まず夕飯から出しますねって言った瞬間、やったー、うん、うわーやったぞ。飯がうまかった。まずい。まずいの。それでもまずい、4日間食ってなくてもまずいんだ。いや嬉しかった。お茶を飲めるとかでもすごく、うん、すごく幸せだなと思ったけど、まあ今となってはもはやちょっと酒ちょっとずつやって、そんなガブ飲みはしてないよ。たしなみて、たしなみて、たしなみて。でもまたほら全然それも一切ってやるとストレスがかかるじゃない。そうなんですか、うん、やっぱちょっと飲んでいい感じでスッと寝るっていうのが一番幸せなパターンっていう。そうなんですね、うん。でもね、変わったことがあるの、つい最近、はい、正直では、はい、なんかあの人がずっと夜中肖像画を描いてるじゃない、うん、それでなんか3時ぐらいまでやってるから、うん、どうしても起こされるんですよ。あきらわって起きるわけじゃないけど、ガサゴソ帰ってくるからね。帰ってきてガサゴソガサゴソ電気つけたりなんかやってるじゃない、そしたらお腹空いたって始まるわけよ、はい、ってなって、そっからなんかご飯を作るの、うん、炊いて炊くところから始まって。マジ。だからうちお米とか炊飯器もなかったんだけど、うん、ガス炊きで普通のお鍋で、うんうん、やってんの。そうそうそう、毎日ご飯炊いて。へえ、うん、大したおかずはないけど、なぜかあの優子さん物資のところから大量に送られてくる卵でしょ、うん、卵、明太子でしょ、鮭でしょ、アジ、そういうのをおかずになんか、うん、なぜか朝ごはん、あ、そのまんま朝ごはんになっちゃう。もうなんかだって気づいたら5時ぐらいなの。あ、私は早く寝るから、うん、逆にもうお腹空いてるし朝から、うん、食えるんだ、うん、でもあの人はその朝ごはんを食べた直後に寝るわけよ、うん、昼ぐらいまでずっと、うん、でもほら食べてすぐ寝ると、うん、太る、牛になるとか言ってたけど、うん、まさにその生活をずっと繰り返してるから。あでも庄司さん痩せたよね。なんかやっぱり脳みそ使ってんじゃない、アトリエに。あ、脳みそね、うん、こう書くにあたってもただボエーっと書いてるわけじゃなくて、一応こう考えてここはもっととかって。あ、だから脳みそ、ね、うん、使うからじゃないかな、うん、なるほど。見たい放題だけどね。どうでした。ほぼゲネだな。ゲネ、ほぼゲネ、じゃあ呼ばれんじゃない。ほぼゲネでやってるだろ。真面目トークやってる。真面目トーク、全部通してやってるわ。通してやってる、うん、じゃあもう呼ばれちゃうんじゃない。いや、まだ呼ばれない。でもそれで、しおりさん呼ばれて、うん、フリートーク始めちゃって、はい、ただ、
明日のフリートークネタの人それはないか。そうダメだ、フリートークは得意だからね。そこはいいんだ。やっぱり、ね、サクさんすごいよ。十何ページのセリフ全部覚えてんだから。あ、自分で書いたの。奥さん書いて。あ、そう。無理だ俺。奥さんもすごいね。あそこはもう天才夫婦よ。だってね、俺ちょっとね、さすがにそれやるって言ったら無理だっていうことは、無理、できない、できない。奥さん、天才奥さんいるじゃん。もう紙一重超えちゃった方がいいんちゃうから、ね、そうなるとね、うちらの場合ね。いや、すごいわ。明日それ言おう。いいじゃん、うちの奥さん楽しいじゃん。絵でもさ、ね、レンブランドとかさ、ダヴィンチとかのさ、最高峰じゃない、そこからさ、ね、工藤静香とかあの辺のさ、低級、底辺、底辺の何でしょ、底辺のさ、こういうイメージ出したの今。底辺のね、ね、工藤静香ね。でも工藤静香は静子画家じゃないでしょ、だって工藤静香、ただの芸能人でしょ。芸能人もね、苦手とか、ね、苦手なんて別にね、なんの誰でも通れるんだから、通るんだから、あの出すしかないの。だからそういう教会 入ってないんでしょ。俺は入ってないよ、あのお父さんの。おやじも俺も言ってた、うん、日本はもう、もう無視、もう全部海外、だって日本で金詰めだと入れんだもん。入れて、賞取れる、ハンド賞もらえて、金の世界だね。そうよ、はっきり言うけど。そうなんだ、だから日本出ないの絶対出さない、何回か出したけどね。ここにも今日盾あるけどさ、ああ盾あるけど、ね、俺日本の出なんか出したら、うん、一応こうやって日本で最優秀肖像画大賞とか取れるわけですよ、うん、これ森美智子さん撮ったんだけど、はいはいはい、そうそうそう。じゃあ今度描く絵も出せばいいじゃない。今自信を持っているやつがあって、矢沢永吉はもう世界大会でタイトルを取って、うん、やっぱり世界の矢沢じゃない、うん、だからね、一応世界タイトル取って、うん、同じ土俵 で、うん、どうよって見せたいじゃない、うん、だからね、今俺言ったのは、そのね、例えばレンブランドとかそういったのも一応プロ、うん、プロっていうかもう神様だね、うん、で、ね、もう神様、プロでも神様、レンブランドとかね、ダメちゃんも神様よ、俺からすると。俺からね、それとね、あと5何万とかね、その今、工藤静香って言っちゃったけど、申し訳ないけども静子 ね、静子誰でもいいんだけど、ね、5いくらプロでやってるか、赤い、ね、まあ、お金をいただいて、ね、いるわけじゃない、はい、役者でも、ね、そういう頂点から底辺までいるわけじゃん、うん、ね、絵の世界では俺手はかなり上の方に世界大会も取ってるから、うん、ね、この上の方の位置にいるかもしれないけど、うん、役者の世界ではこの辺にいるわけよ。榊君は役者の世界ではこの辺なわけ、うん、俺からすると、うん、ダヴィンチとかレンブランに近い存在なわけよ。でもやっぱ同じ俳優で、ね、うん、俺もビューアップで主役でやってきて映画100本やってきたなって言ってるけども、うん、やっぱあんな芝居はできないよ。なるほどね。できないって、まあ、やってやらなくはないのかもしれないけど、まあ、今そこまでのなんて言うんだろう、正直役者に対する情熱がないのね。情熱がないっていうか、なんだろう。いや、これがさ、だって今喋ってるのが全部セリフでなってたら俺無理だし、俺。ああ、そうか。うん、同じ内容。そういうこと、そういうこと。だって今のやつもっぺん同じことやられてたら無理でしょ、字面を割るのが大変だったよね。そうそう、うん、だからフリートークだったら俺は何時間でも喋れるけど、うん、もう紙に書いたセリフを、ね、何ページっていうのも頭に入れて人前で何回もやれてると無理だ、うん、そうだよね、うん、やっぱそれはやっぱ一つの才能だと思う。記憶力なのか、ストーリーを分かってるのか、作者の気持ちが分かってるのか。であとはやっぱりなんて絵でもそうだけど、気持ちが入る入んないじゃ仕上がりも違うし、うんうん、だ映画でも本当にもう好きで何回も見てる映画はもう今日クランクインしてもできるわけよ。例えばあの金子昌司さんのやった龍二とか、うん、だったら今どの役、うん、その映画の中の全ての役今クランクインしろって言えば全部できる、できる、うん、だから多分佐賀君はそれが全て毎回毎回常にその状態なんだよ、うん、俺はもうそのね、あれだ、龍二だったらもう明日入っても今日の夜クランクインしてくれって言われても、ああ、分かりましたって全然入れるけども、うんうん、なるほどね。そういえばあの、うん、この前あの撮影してた極道、うんうん、ああ、風だ、うん、あれもそうですか。あれは年明け1月か2月ぐらいじゃないかな、うん、だって怪我しちゃったし、仁さんが怪我しちゃったからさ。あ、そうなの。まあ、次の作品、次撮るのジンさんね、はい、ジンさんつなぎバキバキになっちゃってそうそう、バキバキ状態で、ジンさんが治らないと、うん、だってジンさん
の話からしこのところで終わってるからね。あ、うん、だから俺でも途中参加じゃない、うん、途中参加ではもう、うん、もう5本まで撮ってて6、7、8で出てるから、うん、だからその1から5まで見てないからさ、話のストーリーがいまいち把握してないの、うんうん、流れがね、うん、こういうこと言ったらね、ね、お前ちゃんと頭入れてるかと思うんだけど、うん、普通 YouTube とかで見れるじゃない、 YouTube っていうかネットとかで見れるけど、うん、金払わなきゃ見れないって。あ、課金制なのね。有料課金制だから、それだからもう、だから見てないんだけどね。なるほど、うん、まあそれはだから次、まあ続きもんだから、まあ、まだ一応つなが続きがあるから、うん、話によると15か20話ぐらいまでいくなんて言うから、うん、まだまだそんなそんなに長いの大丈夫だね。どっかで殺してもらわなきゃな。もうそろそろあれした方がいいんじゃない、うん、半ぐらいに撤収って言ってたよ。撤収、ああそうだ、9時まで9時で終わるからね。うん、半には撤収してたから。今日何時半だったら45分、今ちょっといい感じだ、15分巻きぐらいで、まあそういうな感じでちょっと、はい、今日あの、ね、もうちょっとゆっくり1時間喋りたかったんですけど、うん、ここのホールが9時までで、うん、その前にちょっと今ね片付けなきゃいけない、片付けもあるし、ちょっと今リハだとまだ俺のマイクテストやってないから、うん、まあああやってやってると2人で一緒にこうやってダメダメダメ、終わりにしないと、うん、はい、というわけで、ちょっと申し訳ないですけど今何分かな、20分ぐらい、20分で犯人やめようか。いやいや遅いよそれじゃ、いや、うん、もう遅い、多分声かかるよ、うん、うん、マイクの音聞こえなくなったね、うん、じゃあちょっと、はい、じゃあそんな感じで、明日いよいよあのトークショー本番なので、はい、ちょっと皆さん見に来てください。短縮版で申し訳ございません、はい、あの後ほどまたあのの Facebook とかであの、はい、明日の明日の模様とかあの報告したいと思いますので、はい、明日縄文文化ホール、縄文ホールか、縄文ホール、榊原敏彦&庄司哲夫スペシャルトークショーと、はい、庄司哲夫、庄司こう親父と親子 の絵画展、うんうん、あの11時から夕方の4時まで、トークショーとライブ、トークライブは12時から3時、うん、あ1時から、うん、どっちだ、11時、展示が11時から4時まででトークショーが1時から3時、から3時、ね、の2時間、うん、はい、覚えときなさい、でやりますので、よろしくお願いします、はい、久しぶりのっていうか舞台やるいいから閉めて、はい、というわけで縄文文化ホールより BJ チャンネルボリューム98お送りいたしました、はい、短縮版で申し訳ございません、また来週、はい、ボリューム99か9です、お会いしましょう、お疲れ様でした、そうですね、はい、ちょっと行ってください、保存、それでは見る、うん、保存、じゃあ俺の中あ、違った、あそこ押すとこ間違えた、こっちだ、はい、完了。